それとやっぱ平さんの話聞いて思ったんですけど、うん、やっぱあのこの高校生の方のまあ本気度っていうのを試されてるんじゃないかな、うん、本当にどうしてもピアノがしたかったら一回言われたぐらいで諦めないですよね。もう本当あの営業でもそうなんですけど、本当失敗した時から断れた時から始まるんだ、2回3回お父さんやりたいんだと、でそのやっぱ本気度っていうのはあの伝わるんじゃないかなっていうのはあの感じましたですね。中村さんは出版で一番の忍耐の男です本当ですよね。もう中村さんから言われるとちょっと皆さんそうですよね多分今おっしゃられたようにお父さんは多分いやあの時はごめんねって、だけど今回は本気だからっていう一言が欲しかったんだろうなっていうふうに思いますね。お父さんとしては何とかして稼いで、でそれをやりたいっていうのをじゃあ応援しようってやって、それを中途半端にされたらなんか身を削られるような、そうですね、思いかな、まあ、一つの、まあ、お父さんから見た愛情の一つの表現をされたっていうところがこじれているっていう感じですかね。大人から見ればですけどね。ただ愛さんはやっぱりまだ10代だし、やっぱり大人の理屈であいつ分かってないっていうふうにしてもあの分かんない世代だと思うので、だから愛さんの方で見てもらいたいなっていう、このまあ大人からの視点ということで申し上げると、まあお父さんはお父さんでただ単にこう指導する側っていうんではなくて、親業を学ばせていただいてる、まあ私たちは子供だからわからないっていうのもあるように、お父さんお父さんなりで今度親としてどうすべきかっていうのがわからないところもあると思うんですよね。ちょっと身につまされますだからお互い学んでるんだっていうなんかその優しさもあってもいいのかななんていう、これインドなんかだったらもうあの親の権限は絶対ですからあの、口答えすればもうあの出ていくことイコール多分死だと思うんですよ。村から出てったら生きていけない村八分も厳しいですし、まあ、いろんな差別とか格差とかやっぱり残ってますんでね、残念ながら。だからこういうことを考えられること自体はかなりありがたい世界にあることは、そういう他の国から見ればそういうふうには思いますよね。もう一つ思ったんですけど、例えばっていうので、98ページ一番最後の行なんですけど、そして今述べたことともかかりますが、その際には非常にあっさりした心を持つことをお勧めしたいのです。まあ、さっきのあの本気度っていうのとまたあの対照的になるかもしれないんですけど、まあ、この方々どうもあの粘着質になられてるかな、ずっとそれをですね引っ張り続けてあのそれでやっぱ幸せになることはないかなっていう気がしたんですね。でまあ、先ほど三好さんが守護霊という話があったんですけど、守護霊とまあ本人のまあ潜在意識で、まあ、本人よかれと思っていろんな指導をしてくれるあの霊的存在なんですけど、そうじゃない、逆の悪い悪霊とかですね、悪魔っていうそういう影響を受けやすくなるのかなと、この粘着質執着、そのさっぱりするっていうのをやっぱり一つ大事かなっていうのを思いました。でもなんかきっかけがないとなかなか難しいと思うので、やっぱりその今やってる心霊喫茶喫茶で出てくる昇進方法っていうのをね、やっぱり使っていただいたら、あのそれはもう瞬く間にさっぱりしたものになりますね。やはりそういういろんな、まあこの経典もそうですし、やっぱり昇進方法毎朝毎晩、みんな30年間ずっとさせていただいているように、まあ、これがやっぱり最高の薬ですよね。そうですね。親子似ているっていうところで、お父さんもまた頑固なところもあるのかなと思うんですけども、いい面でね出るとこの頑固さとか根性っていうのはこう物事を進めていく推進力になるって言われてますけど、少しマイナスで出るともうお互い数年間もこう、ね、口を聞けないっていう状態になってますけど、何かこれをやらげるようなアドバイスみたいなものはありますかね。やっぱりその心の中にこうあるものを吐き出した方が自分自身もこう
心が柔らかくない、粘着しちゃう、さっぱりできると思うし、だその時のただそれを吐き出し方っていうのが、ただ相手を誹謗中傷するんだったらお父さんもまた同じ輪をかけて返してくることになっちゃうと思うから、こういう時こそあの時のお父さんのどうせっていう一言が、私すごい傷ついたんだよって、うん、っていうなんかちょっとこう寂しい感じで言われたら、ちょっとお父さんもちょっとドキッとしてですね、あの時あごめんなっていう、うん、心ない一言言ったわってなんかなるんじゃないかなって気がします、ね、きっかけがねあれば、あの多分あの本当はっていう感じで、いつか父と仲直りできるようになれるでしょうかって言ってるんで、本音はもう仲直りしたいんだろうなっていうのがにじみ出てるかなと思うんですけどもね、何がこう止めてるかっていうところの部分でね、まあ、ちょっとあの、信仰と情熱のところでですね、138ページにちょっと私もご紹介させていただきたい、お言葉があるんですけども、プライドの角をためよっていう、やっぱりあのお互いすごい強いプライドがぶつかり合ってんのかなっていう形で思っておりまして、140ページになるんですけどもね、プライドの角が出すぎるために共に愛はしていくことができなくなっているのですと、その事実に気がついた時にプライドの角をためなさいと、切り取りなさいと、角のみを誇りに思う心を捨てることですということで書いてあって、まあ、あの間違いを犯したと思うならば素直に謝るっていう素直さのところも言ってたんですけども、まあ、先ほどあのさっぱりする性格になろうとかいうこの気持ちになる前にですね、素直に謝るっていうのも、まあ、気がついた愛さんの方からやってみるっていうのも一つありかなっていう感じで思いましたね。そうですよね。あ、いいですか。あのやっぱり話聞いとって、そのおと、まあ、言われた平さんね、お父さんと娘さんやっぱり似た者同士で合わせ鏡なんかなと、まあ、自分が逆に娘に無視されたらもうすぐ謝ります一瞬やと思います、もう自分から、だから結局あの自分の心は変えれても人の心は変えられないですね。だお互いに人の心を変えたいと、お父ちゃんと、もういい加減せよと娘さん言ってるし、お父さんお父さんでお前いい加減せよとお互い言い合ってるんで、まず自分、もう自分なんかなと、結局は自分の心を見つめる、あのその第一歩勇気持ってあの踏み出すことがやっぱ大事なんかなって思いました。ごめんなさい。あとせっかくですから、やっぱりこうショックかもしれないですけど、そのやっぱり95ページにあるですけど、心の状態が執着の塊のようになっている時には、大抵の場合それはもはや悪霊の声であると思ってほぼ間違いがないですと、このように書いておられますし、そのちょっとショックなきつい言葉かもしれないですけども、やっぱこれは実体験としてずっと、まあこういう、世界に、まあ、入らせていただいたものとしてやっぱり本当だと思うんで、どうしてもここはやっぱりどっかに片隅に覚えておいていただいた方がいいかなと。この影響は 100% あるですよね。結構言葉からね、あの発せられるってよく聞きますけどもね、その悪霊の影響も出した言葉から結構影響を相手に、また、だからやっぱり中村さんスピリッツみたいにまずは自分が悪いんだとすいませんでしたと、まあ、どこまで反省できてるか分かんないですけど